ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものをご紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、仙台牛タン嵐です。宮崎アートセンターそばのベニヤビル1階にある、その名の通り仙台牛タンの専門店。店内は店主こだわりのカウンターとテーブル席が、明るい雰囲気の中ゆっくりと楽しめるお店です。ご紹介いただくのは岩切さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩切さん、宮崎で牛タン専門店珍しいですが、おすすめメニュー教えてください。はい、本場仙台の味付けで3日間寝かせたこちら牛タン焼きでございます。下には備長炭を引いて、その上にもう牛タンに一番相性がいいと言われている岩手県産の奈良積みを使っております。いい弾力ですね。もう焼きすぎると硬くなりますんで、まあ、真ん中がちょっとピンクぐらいを目安に焼き上げてます。こちら隣のメニューもすごく気になります。はい、こちらもおすすめの一品で、牛タンの絡み合いといいます、さがりという部分を8時間炊いて手で裂いて味付けした一品です。あ、しっとりとした食感ですね。特製のタレに、豆板醤をちょっと加えているので、その豆板醤の辛みが後から来るかもしれないです。この辛みは癖になりますね。こびきブルーに合う一品は何ですか？はい、こちら牛タンの炙りポン酢でございます。へー、美味しそうですね。こちらは牛タンのタン元をですね、さっと炙ってたたき風にした一品でございます。いやー、このポン酢のさっぱりさがこの牛タンの美味しさを引き立てますね。赤身のさっぱりとした感じと旨味、やっぱり新鮮なんだなと食べたら分かります。ありがとうございます。ではこびきブルーをロックでいただきます。牛タンとこびきブルーはよく合いますね。牛タン炙りポン酢もさっぱりしてますので、すっきりとしたこびきブルーに合うと思います。もうこれからの季節は抜群の組み合わせですね。はい、皆さんも仙台牛タン嵐の牛タン炙りポン酢、ぜひご賞味ください。それでは岩切さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。乾杯。仙台牛タン嵐で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRT 番組ホームページをご覧ください。仙台牛タン嵐は宮崎アートセンター裏、サンバレー通り沿いのビルの1階です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。